けば月目に当たる。そわそわするなよ、ここらが東京。構えて掴めばいいのさ、運が向こうで待っている。待っていなけりゃ明日があるさ。どうせ一緒あとてらく生きにゃ。日本陸軍に徒兵山下模造だな。米軍司令部を欺いた罪で貴様を逮捕する。一緒に来いよ。二等兵やったことがとうとうバレて、わしは逮捕されて米軍の留置場へ入れられた。これから先どうなるのかわいには分からんかったけど、米軍を騙したのは確かやった。内心筆算で命だけは助かるんやないかと思ってたわいは、この物々しい警戒ぶりを見てだんだん心細くなってきた。そして考えるのはやっぱり茂子のことやった。わしは頼んで紙と鉛筆をもらい衣装を書いた。元気で言うてもらえなかなんな。作りは追収で周りやけや言うし、お前からは何も言うてこんさけ、ほらてっきりみんなやられてしもうだと思って、これなら組織でも出してやらないかんと思って。姉さん元気でもない。すいません、知らせようと思ったんですけど。まあ水臭いの。もうこんなことならちゃんと知らせてくれじゃええのに。あんたと裏とはの嫁と舅の仲やで。それでやられたんは
矢野さん一人か。え、何やって。いや、やられたわな。矢野さん一人か言うとんにゃ。アホなこと言わんといて。元気です。生きてはったんかい。今石鹸探しに行ってます。あれ、見てても始めよう言うんかい。まあ、何もせんわけにいかんやろ。闇闇で食べるもんもあらへん。わかったわかった。もぐら来てもな、別に午前呼ばれようと思ってへんさけ心配すんな。そんなこと言うてへんやな。お母さん、あの、汚いですけどこっそりです。やっともう座らせてもらえる。本当にどっこいちょっとも。しかしの、ひどいやられたもんやの。あ、姉さん、あ、ところで兄さんは。やっと聞いてくれたの。俺らの夫も病気でまあ寝たっきりじゃわい。まずやべ。すみません、あんたも食べるか。あとでいただきます。あの、お茶でも入れます。おお、お茶の葉あんのか。お茶の葉ぐらいありますかな。それでの、もうから何か知らせは。沖縄に行ってる言うとったの。沖縄はな、ほとんど全滅やちゅう話やけどの。いや、浦とこの村はな、やっぱり沖縄に行っとる人がおるんじゃけど、ほとんど諦めとるちゅう話や。うちの人は生きてます。あの子はな、必ずもうさん生きてはる信じてんのや。別に感心することなかろう。え、嫁子が自分の亭主が生きてると思うのは当然のこっちゃい。そうやろが。親も一緒じゃ。俺とも何か、カズ、お前な、もうが死んだと思いたいんか。誰が思ってる、そんなこと。おいで、どうやねん、ちょっとあし、調べに行ったんかい。調べるも何も誰も帰ってこんし、行くわけにもいかんし。当たり前じゃないの、誰が行け言うたん。うらら言うてんのはの。お母さん、今小塚さんが東京にあるアメリカの司令部行ったら捕虜の名前が分かるんやないかって言ってます。お、小坂のせがれがの。他人さんは親切じゃな。そのために福井から訪ねてきたんです。なんとか教えてもらえまへんやろうか。 No、 日本軍の捕虜に関しては日本政府を通じていずれ発表される。直接教えるわけにはいかない。そうですやろうけど、その発表待ってられんさかいこうやって来たんですがな。 No、 許可されてない。なあ、許可してるのは誰ですか。あ、こちらの旦さんいて話しまへんか。旦さん。へえ、あの、一番偉いご主人さんです。どこにいてますか、お願いしてみますんで。ノー。と、アンさん、アンさんにも親友がおますやろ。その親友の身が心配ですやろうがな。ゆくどいね、ダメったらダメ。なあ、アンさん何の仕事ですか。 GHQ の通訳ね。通訳の仕事って言ったら日本語アメリカ語に直して言わはるのが仕事ですやろうがな。それがどうした。うん、そしたら相手もあかんでも私の言ったことを英語に直して通じてくれはるのが仕事ですやろ。生意気なこと言うな。あずさ、日本人ですやろうがな。いくらアメリカさんに雇われてはってもアメリカ人にならはったと違いますやろ。同じ日本人なら日本人らしいしておくれやす。何、ゲラン。おでか、おきに。待て、どこ行く。中へ入れ、ようやったんと。出て行けと言ったんだ。小屋から行きますがな。外へ出ろと言うんだ。裏から出ますがな。待て、待て、 He's a trespasser。
Arrest him. 逮捕する。なあ、こっから出してくれ。なんとか出してくれよ、おい。シャラッ。シャラッペないから。シャラッ。このまま好きやないね。頼むわ。シャラッ。What's wrong? What's wrong? What? Hey, what are you doing? 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 What are you doing?お前らを引っ張ってこられたのか。いや、面会に来たんだ。そうか、心配したぞ。ここへ来たらあんまりにも罪人扱いさえな。お前かて階級一つあってたやろ。お前もやられたんやないか思てな。I'm a lawyer. What's mean? Thank you. You cannot go in. Thank you. 軍司令部はどうやらあんた一人に絞ったらしい。そうか。ほら、よかった。よくはねえよ。兄貴は裁判にかかるんだ。裁判？それで私が弁護士を引き受けた。そして弁護って一体何を弁護する？どうして陸軍大将と偽ったということなんです。本当のことを教えてください。わしは捕虜になった時に同じ死ぬんやったら陸軍大将で死にたい思った。死を覚悟して偽ったんなら当然罪になるのは覚悟の上だろうと言われた。坂井さん、たとえ兄貴が陸軍大将って偽ったからって言ったってさ、大隊長の責任は立派に果たしたんだぜ。そりゃアメさんだって分かってくるだろう。そんなことは何もな。何が分かんねえの。まだな。アメリカという国はな、全て物事をはっきりと割り切る主義なんだ。今山下さんがいかに大隊長をよくやったかという裁判ではなく、問題は階級や名前をなぜ詐称したかという裁判だ。なあ、そこあんたは何か考えないか。例えばこのアメコよりも上に立った考え方は。いい考えはないが、あくまでユーモアで押し通そうと思ってます。ユーモア。あ、あんたは陸軍大将になるのが夢だ。だからついそれが口に出た。それを米軍が信じた。それで困ったな。今更嘘をついてどんな罪に問われるかもしれない。だからそのまま押し通そうと思って。それで助かるか。わかりません。坂井さん、しっかりしてくれよ。もうこれ兄貴の命がかかってんだぜ。命。石木君、それ言わせたって流れてるんだよ。奥さん、兄貴、兄貴を殺すようなことは絶対させねえぞ。俺これから捕虜たちに宝賀町を持って回るからな。宝賀町。いや、坂井さん、嘆願書の署名だ。それだよ。それを持って回るからよ。聞くところによると、アメリカ的にはよ、個人個人の意見は大切にするそうじゃないか。だから一人でも多くの、一人でも多くの俺たちからもらってくるからよ。兄貴、聞いて謝っちゃいけねえよ。兄貴、俺に言ったじゃねえか、おめえ命を大切にしろよってよ。兄貴も望みを捨てねえでな。なあ、この野郎、こんなところへ俺の命の大事な人を入れやがって。この目は差し止めろと私は突き刺してもらうからね。サンキューマッチ。あいつ、しかしそんなことして効き目があるんかな。確かにアメリカという国は民主主義と言って、
世論を大切にする。しかし日本軍人の誇りも個人なんですよ。囚人が囚人の命を助けてくれ言うても効き目はないちゅうわけか。それも全捕虜が一人残らずというのはともかく、あの将校や下士官連中は絶対名前も書きよらん。いやそれどころか坂田に武田と来たらわしが死ぬのはと。私も行けなかったんです。あのエドモンド軍曹のプライドを傷つけてしまった。いやわしが大バカやったよ。あの馬の上に死に急ぐな、生きていくことを考えと言うた頃わしがまず一番に死ぬことを、死なんならようなことしてしまった。山下さん、産まないじゃないが、まだ望みがあるんです。なんとか考えますよ。もっと意外な効果的な方法。待ってください。助かんのんか。ああ助かるから買い取るんじゃ。あいにくやな、確かに中隊はな、奴がやられんの待っとんねん。何やってきた。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってって。あんたたち俺たち日本人じゃないか。日本人同士助けたかないの。なんてだよ、こいつらに分かるもんかい。何こいつら日本人じゃねえよ。おいこの間用もいっぱい買わしてくれたな。今日はそうはいかんぞ。やるつるかい。おもろな。おみんな。おい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 。両同士の争いは禁止する。大使館と兵隊隊長のことは言っといてもらおう。黙れ。たった今当捕虜大隊の臨時大隊長に城山中佐殿は米軍司令部より任命された。何？城間、ただいまより私がこの捕虜大隊の指揮を取る。今後いかなる場合においても私の命令に従い、勝手な行動は許さん。おい、戦争終わったんちごとったかいな。いつまでも将軍風吹かされたたまらんな。確かに戦争は終わった。だが日本陸軍は捕虜として存在する。その大隊長として全ての権限を私に与えられた。私の命令に背く者は厳罰に処す。いいか、そこの兵隊何を持っておる。見せろ。見せろ。今後このような米軍の心象を害するような行為は一切禁止する。何を害するんですか。日本人同士助け合わないんですか。あの男は卑しくも階級を偽った。日本軍人として最も恥ずべき行為をした。罰せられるのは当たり前だ。何を言うんだ。貴様ら罪人を助けるような行為をしたら捕虜全体
たりが不利となるんだぞ。分かるのか。ここ一切反米軍的な行為は禁止する。はい、分かったら直ちに宿舎に戻れ。大佐ん、何か大佐ん、はい、おいおい、ご苦労さん、ご苦労さんやな。山下もどもこれでおしまいやで。同じ大将言うなら山前商店の大将だけにしといたらよかったよ。ねえ、ねえ、山前商店の大将。Sir. Thank you, Lieutenant. Yes, sir. お願いだす。私の言うたことに嘘はありません。黙ってろ。OK。OK。あなたの言う経歴、間違いありません。なあ。分かっていただけましたか。Yes。帰ってよろしい。すると間違いでしたか。Yes。すると私はこちらさんの間違いで留置所に入れられたんですな。おい、君は帰っていいと言われてんだ。早く帰れ。あれさ、日本人同士で喋ったのにこんな誤解を受けたんです。ちょっと黙っててもらえまひょうか。日本語班分かりのこちらさんの方がよう分かりますわ。そうですやろ。つまりこの私は無実やのに辛い目を負って損をしたんですな。損？はい、あ、英語でマイナスです。おお、マイナス。はい、日本人にとって留置所に入れられたっちゅうことは大変な恥だす。今後の私の生活に大損をします。おい、お前、インタープレター、ウェイトアウトサイド。イエス。よろしいか。その損は私だけありません。アメリカさんかてそうだす。無実の罪で日本人を引っ張って留置所に入れた、そんな噂が立ったら名誉に関わります。そこで、あの、私の方もアメリカさんの方もどちらも損をせん方法があるんだす。何かそれは。はい、この私が喜んでこっから帰れるようにしてもらいたいんです。そのつまり得ですな。得？ええ、あ、このプラスだす。損をしたら得をする。プラスとマイナスでゼロ。おお、イエス。で、何するか。教えてもらいたいんです。私の親友の消息を。What? 教えてもらいたいんです。私の親友が生きてるか死んでるか。おお、イエス。それが分かったら、私喜んで帰れます。そしたら、アメリカさんは無実の罪で私を引っ張らはったけど、こんなに優しくして帰らしてくれはったって。ああ、プラスマイナスゼロ。イエスイエスイエス。はい、 Just a minute。 イエス。I herewith request the opening of this military court-martial session. Tadame ori, Rikugun Taisho, Van Diamond no Kai.
階級訴訟に関する軍事裁判を行う。 Take your seats。 着席。 General Ban, come forward。 陸軍大将、前へ出なさい。山下三郎。いえ、妄想です。山下妄想。妄想。はい。 M-O-Z-O 妄想。妄想。山下、No。 いや、そんなことは漏れてるっちゅうことは。 No、 ここには沖縄収容所の日本軍人みんな書いてある。バンという陸軍大将から、アーディタという二等兵まで書いてある。しかしモゾヤマシタは、そこにないっちゅうことは、まだ少しの日本兵お口に隠れて、終戦を知らずに、抵抗してるから、その中か、それとも戦士。戦士。そうとしか思えない。Hey you、 プラスして喜んでくれたか。親友が死んだんです。なんで喜びまっか。Would you tell us your name? 名前を述べよ。元陸軍二等兵山下妄想であります。妄想山下。 I see。 General、May we call up the first witness of the military command? Ready! I testify that Mozo Yamashita is a private second class. It is not necessary to call the witness. That doesn't matter. What we want to know is, why did he lie about his name and rank?And since I think that we have got good reasons not to believe his statements, a testimony by witnesses is required. Objection overruled. Thank you, General. Summon the witness. 証人、入ってまい。これでおしまいやの。なぜ。サイレンス、サイレンス。オッケー。ダイヤモンド。モゾはこの席に座ってまい。他のホテルはこの少人席で。オッケー、カモン、セットヒア。座るのじゃ。オッケー、アツオライ。ステディアネームとランク。階級と声明を述べよ。モゾ、陸軍軍曹。坂田義三であります。元陸軍課長武田和夫であります。サージェント、his men、
He's a sergeant, Yoshizo Sakata, and a corporal, Kazuo, Nanda? Takeda. Kazuo Takeda. I see. Do you know this man and his real name? Kono Otokono, Honmyo wa Nanda? Honmyo wa Yamashita Mozo de arimasu. His real name, Mozo Yamashita. I see. What's his rank? Kaikyu wa? Rikugun Nitouhei de arimasu. Uh-huh, okay, okay. You gonna sit down? Hmm? Okay, suwari nasamasu. Hai! Okay. He's a private second class. Listen. Could you tell us more about this man's character? Kono otoko no seikaku wa nobe yo. Kono otoko wa hidoi otoko de arimasu. Ue no mon hikizuri orosu koto wa heiki de hito no ue ni tachi tagarimasu. He's a very vicious man. Hey! Would you do anything or... This has nothing to do with the case. Why not? Silence! It is requested that the witness be more concrete in his statement. Yes, sir. Shoni wa amatto gutai teki ni nobe o kontan ni na? Hai. Kono mon wa... この山下毛蔵っちゅうやつと私は一緒の店に働いておりまして、私はそこで番頭をやっておりました。番頭？番頭。番頭？あの兵隊で言うたら下士官です。おう、下士官のことか。あは、me too。その時この男はデッチをしておりまして。何デッチ？は、ただの兵隊。じゃあ兵隊な。その兵隊が、番頭になりたかったんで、このわしを店から追い出してしまいよったんです。そりゃシャワー。ランダイモン、You は座っていたまえ。 He had once tried to become a banto, although in reality he was just a dechi. Banto dechi. What does that mean?Oh yeah, Banto Dechi is a man, for example, he had tried to become a non-commissioned officer, even though he was only a recruit at the time. I see. General, that's all. Ijo. Begin the interrogation of the next witness. Hantai Jinmon wo hajime yo.Yes, sir. 反対尋問を行います。武田元伍長、あなたと同じ職場にいた時に山下元二等兵があなたを追い出したと言いましたが、どんな手段を出したんですか？前の悪口を主人に言うてやる。するとあなたは悪口を言われて辞めなければならなかったことを、その主人から信用がなかったんですか？あの妄想がな、主人に取り入ってた境じゃ。どうやって取り入ったんですか？お政治をつごてや。そりゃあ、サイレンス、サイレンス。 Return to your seat. バッターマン、You sit down. 座りなさい。すると、その主人という人は人の言葉をすぐに信用する人なんですね。そういうこっちゃ。じゃあ山下元二等兵が取り入る前にあなたが取り入ったんですね。なんでわしが取り入らんな。しかしその主人は言葉しか信用しない人ですね。言葉ばっかりと違うわい。わいにはな腕があったんじゃ。おお、すると腕をも信用したんですね。ほら、もう少しゆっくりスローリーにしゃべりなさい。because me はこっちで通訳してるの早すぎるためだな。はい。Right. Okay? Okay. はい。するとあなたは誰にも負けなかったんですね。おや。Wait! ゆっくりと言ったでしょう。しかし、山下に負けた。You
Oh, yeah. Oh, yeah. That's it. Oh, to the mate! Silence, silence! Hey. Remain in your seat. Our next witness, Private Sakata. A chicken is showing. Sakata Gunso Shogen Kaishi Suruka. Hi! Ela Kawaruda. Seki. Seki Kawaruda, sir. Take it. Kochi. Yeah. Okay, sit down. Yeah. Suwanina, sir. Hi! Tell us what that man's real aim was. Kono otoko wa honto wa nani wo shitai no ka hanashi nasai. Kono otoko ya na. 内地と沖縄に渡って二度やわしを殺そうとしたんや上官を殺してでも自分が上にのし上がろうとするやつやそれじゃあ何よサイレンスサイレンスサイレンスコートジェネラルオーケー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 イージアクションジェネラル That's all イージオ終わりますプロシードWith the interrogation of the next witness. Yes, sir. 反対尋問を行います。坂田元軍曹、あなたは今、山下元二等兵に殺されかけたと言いましたが、何が原因だったんですか？その理由はやな、さっき言うたやろが。自分が上官になりたかったからや言うてあなたは日本陸軍の放棄で上官を殺して上官になれるって言うんですかそこを分からんように殺そうとしよったんやおおそれほど反抗的だったんですねそうやあいつは反抗的やったんやつまりあなたの命令に従おうとはしなかったんですねいやそうやということは敵を倒す訓練を怠けたということですねああもちろん怠けおったもんあなたの訓練とは人間魚雷特攻隊の訓練ですねそうやそれに一番乗りするのが嫌でわしを憎みおったんやで敵を倒す訓練を怠けたんですねああ怠けおったその敵とは誰ですかアメリカ軍やないあ何を言わすねえ貴様そう That's all. 以上。何が以上や General, I demand further cross-examination of that witness. Cross-examination is denied. I recognize him for his friendship and his hesitation to fight. All right then. Let's hear our last witness. Next witness. Private Edmond.Yes, sir. Take the witness stand. Yes, sir. お前たちは自分の席へ帰る。Hurry up. Hurry up. 帰る。Okay. Raise your right hand and take the oath. I swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help me God.Sit down. Yes, sir. All right. I understand that you have been an interpreter for Corporal Yamashita. Tell me, have you ever found anything very strange on that man? General, this is a leading question. Sit down. I want to hear the answer. Thank you. Go on. Yes, sir. He was...Always watching me, and he was afraid to reveal his true identity. General! The witness will answer the question as to the truth, and not to as to what he thought. Yes, sir. The best proof is that on the day of the party, when the truth came out,Non-commissioned officers, including these two, asked me to spray DDT so they could escape safely. I see. Secondly,
They were always watching us in order that they could utilize the facilities of the U.S. Army to cover the truth. That's all. Very nice. Can you prove that? That lawyer Sakai, he pretends that he doesn't speak English, but he does. そんなことは証拠だ。なぜ喋んなきゃ言ってんだよ。Shut up! 黙れてまい。Edmund Gunso、私も日本語は話せる。でも私が話しては中学の君のプライドがなくなる。だから話せなかった。そういうことがある。General, it is a fact that Corporal Yamashita lied intentionally about his name and rank. He abused and ridiculed the United States Army by taking deliberately advantage of privileges reserved for imprisoned generals only.I therefore demand that he's going to be punished for this. That's all. 以上、終わります。I understand. 弁護人。はい。確かに、山下元二等兵は大将と偽りました。しかし、山下二等兵は戦争が終わって敗戦になった以上、二等兵の階級はなくなったと思ったんです。なくなったからといってどうして大将を名乗った？名乗ったのではありません。元へ戻ったんです。元へ？はい。閣下、山下二等兵は民間人の時は商人でした。しかも大阪商人。大阪の商店の人たちが主人を呼ぶときに何と呼ぶのご存知ですか？大将と呼ぶ必要があった。山下二等兵はいつも大将と呼ばれていました。ですから戦争が終わった以上、大将に帰ったと思ったんです。それなればバーンと名乗ったのはなぜか？はい、バンというのは一時的に。いや、わしは以前にかなり長い間バンをやってました。そのバンから主人になった堺、バン大将と。いいかげんするか。いいかげんやないよ。いいかげん。 OKOK。 くそー、よし、じゃあいいぜ。 OKOK。 わかった、座れ、言うとるやろ。そうです、座れ。私も昔の大阪にいた。従業員が主人を大将、親さんと呼ぶのを知っている。山下二等兵がそのため大将と言ったのはしょうがない。ただしバンとをいつ割ったのは仕方がないが、堀尾が銀名を使うのはまああることである。よって考えだけは大隊長の命令を解き兵隊に帰ることを命令する。ほな、あとは一体どのようになりまで直に許す。許せわけは大将と名乗り大将らしくした。数々の業績によるものである。しかしこれからここにいる間は
大将を使うな。よいか。大将は私より上だ。はい。では以上を。裁判は終わる。Attention. Singing carrots.